どこで開け閉めるかな。また自動を押すと自動を押したら音は自動ダメなんだよね。音は開くが開くけど、うん、こうやって音を開けた状態で、閉め忘れ防止の機能あるまでオートロック機能みたいな、うん、なあの自動だったら自動的に開けたり閉めたりしちゃったらない。さあ今しゃべった手でやっといたりけど、うん、この元々ある鍵はならんけど、うん、これはなるよ。あ、そう。自動のボタンを押せば、今自動押したから、ええ、今閉めたら自動にかかる、うん、で 今何しとくか言ったら、ええ、ほら開け閉め忘れ防止の機能になるから、今30秒閉めんだから、はい、こうやってアラームなんかでしょ、うん、でもこうやって閉めたら閉めたろ、そしたらほらちゃんと閉まる、閉まるがね、ほんで、うんうん、なんか開けるときは自動押さえたら自動的にこうやって一人、ああそれはそれは、ね、あの自動ドアだ自動ドアでならんがやね、自動ドアにはならん、うん、ならんがね、はい、わかりました、うん、ボタンも、うん、これ開けると閉めると自動ってあって、うん、開ける押せば開くし、うん、閉める押せば、うん、閉まるしで、で、うん、その他にオートロック機能が使いたかったら自動点を押せばいいわ、うん、まあ使ってみられますよこれ、はい、でも俺結構いいと思うよ、防犯の面でもすごく補助上的なものでいいと思うわ、うん、まあ開いたでしょ、で閉めるを押したら閉まるし、うんうんうん、で自動を押しても、うん、自動で、うん、わかりました、